はい、どうも。はい、リップス気象寺アネクセンの上下です。高尾です。はい、今回第3弾ということで、前々回よりもちょっとさらにアイロンワークにこだわって、摩擦に近いようなちょっと感じのアイロンワークを進めていこうと思います。よろしくお願いします。じゃあ早速やっていきます。で、アイロンが前回と同様のこのワンダムこれをちょっと使っていきます。気合入ってますね。いやー、もちろんですよ。第3弾だからね。気合入ってます。ちょっとさらにハイクオリティでやっていくから、スーパーハイクオリティそうですね、スーパーハイクオリティでいきます。で、まあ、アイロンワークやっていくんですけど、まず後ろから、前々回と同様にちょっと後ろはこう斜め45度の角度で引き出してアイロンを入れていきます。はい、じゃあサイドいきます。サイドは、まあ、さっきも言ってたサイドパートを、やっていくので、ちょっとこっち側にアイロンを入れるような感じで進めていきます。ちょっとこの前髪の部分ももう本当にこっちにめがけて、でこっちの見えるかな、こっち方向にアイロンを入れるっていうのもそうなんですけど、ちょっとこう潰しながら入れるっていうのが一つのポイントではあります。前髪も同じように全部こっちに持っていきます。こういうサイドパートね。サイドパートですか？それは違うね。違うんですか？それは違う。いや、どういう意味かよくわかんないけど、まあ、ちょっと慣れてきたよ慣れてんのかわかんないけど。で、こっちもちょっとリバース方向にちょっとアイロンを入れて。もう本当にまさにさっきから何回も言ってるんですけど、もうこっち側に流すような感じでサイドワインダーっていうのかなそれでちょっとやります。噂のね、サイドワインダーあともう一つポイントとして、ちょっと羽もう多めに入れちゃっていいかなと思います。うちのカールも入れつつ、このうちのカールもギューって入れつつ、こっち側にギューッとアイロンを入れる。そうそう、リバース羽根、こういうふうに、まあ、これを交互に入れたりとかしてもこう層が、いろんな層が、束感ができやすくなるんで、ちょっとこれもポイントとしていいかなと思います。よし、はい、じゃあアイロン完成です。ちょっといつもよりさらにちょっとこうアイロンなど熱をちょっと通したので、ちょっとこう見ても分かると思うんですけど、ちょっと見える、うん、ちょっとサイドパートに流しちゃいます。じゃあこれでワックスの方に移ります。初代08マットハードワックスと12フリーキープワックス覚えてないいやいやいや、ちょっとど忘れしちゃうね。じゃあこれをまたこれも前回と同じ量なんですけど、まずはこれぐらい使います。後ろからしっかりこすります。ぐわっと見えるかな、これぐらい。またこれフロント部分でつけていきます。いつものブワーッと必殺。ちょっとポイントとして、ワックスの時でも同様にこっち側に流れるようにワックスをつけちゃいます。こっちこうワックスつけた後なんですけども、ちょっとアイロンをさらに入れます。そうすることで、よりくっきり感、束感がしっかり出るので、ちょっとこれをまたちょっと細かいんですけども、こういうふうにまたダッカールで留めてアイロンをグッと入れます。じゃあそろそろワックス開いてああうわーじゃーん、完成です。はいじゃあはいちょっとはい正面、あ俺見えねえか、どうでしょうか。ちょっとゆっくりこうサイドに流れてる。そう。うん。ポイントとしてこっちに流すことでサイドパート感を意識やったのと、あとはちょっとアイロンをやっぱ細かく入れることでより束感がこういうふうに黒髪でもこのぐらい本当しっかり見えるので。あとはそうですね、いろんなサイドパートだったりとか、いろんなスタイルがいっぱいあるんで、たくさんのバリエーションがね、そうあるんで、また次回もぜひ楽しみにお待ちしてます。お待ちしております。ではアディオス。また次回楽しみに。じゃあねー。